こういうつなぎ方すげえなみたいな、うん、なんか異種格闘技みたいな、異種格闘技、なるほど、こう色味からのテクノ、ね、超高速粒子みたいな、あーそうなんだ、はいなんか頭の中の思想が知りたい。今回のピックアップアーティストは丸山太郎さんです。よろしくお願いします。お願いします。ではご紹介お願いします。はい、丸山さんは神奈川県のご出身です。彫刻を意味するスカルプチャー、立像を意味するスタチュー、それぞれ2つの要素を抱き込んだ立体作品を木彫技術やアッサンブラージュ、シミュレーショニズムの手法を参照しながら制作し、自身が生まれ育った時代やそのカルチャーを時に軽妙に、時にシニカルに批評しています。近年はドイツや中国での展示を重ね、注目を集めるアーティストの一人です。まあ、まずは、そうですね。まずはこの作品を解説していただけますでしょうか。はい。はい。ですね。どれからいきましょうか。どれからいきましょうか。これは、これとこれとこれって感じですか。そうですね。あ、なるほど。じゃあ、うん、これからいきましょうか。はい。はい。これは3年前ぐらいに作ったやつなんですけど、うんうん、はい、こういうなんか薄い、薄いんですね。そうですよね、うん、横から見るとこれぐらいですね、はい、まあ木彫打ってたら面白いなみたいな感じで、うんうんうん、このフォーマットでなんか3つぐらい作ってまして、うんうんうん、それの1個みたいな、うんうん、なるほど、遊戯王カードみたいな、遊戯王カードはい、はい、いやいやちょっとこれは木、これコンクリート、あ、これコンク、あ、コンクリート、これ、はい、めちゃくちゃ重いってことですね、これ重いっすね。あ、そうなんや、さっき台車で運んで、はい、あ、そうなのか、地面属性、釘が入ってるこのなんか L 字のやつ、はい、強さ、強さゲージみたいな、強さゲージ、遊戯王カードなんでほら属性とレベルとか、あ、まあ、地面属性、これはまあ木が逆さに生えていることによって、はい、ちょっと地面の下いるかもみたいな、いるかも、これいっぱい作って、うんうんうん、バトルできたらなみたいな強そうちなみにタイトルは何て言うんですか。これなんだっけ、ラストジャイアントです。ラストジャイアント今ミートユーアートのスタッフが答えラストジャイアントこちらもお願いします。はい、これも強そう。去年かな、うん、2022年にやった門ですね。ああ、ここ、はい、なるほど、その鍵なんですね、鍵が、なるほど、扉ないですけど、うん、これあればある風に見えるかなみたいな、うん、まあ通ってねって、はい、この足とこの羽、まあ、カラス、カラスですね、うん、鳥よけの上に鳥みたいな、うんうん、なるほど、はい、これは何でできてるんですか。これはなんかパテで色塗ったんですけど、あ、なるほど、もともとの芯の部分ははなんか断熱材みたいな、あ、本当にそうなんですね、なるほど、これもまた重さがわからないですね。これもね、もしかしたらウレタンっぽくも見せられるけど、 でも本当のコンクリートですね、はい、はい、世界観がね、頭の中の思想が知りたい、はい、なんか 僕としてはそのスカルプチャーとスタチューっていうものが具体的にどう違うのかっていうのがなんか僕の中では分かってない気がしてて、なんかそこを教えていただきたいなっていう感じです。まあ、なんか同じなんですけど語源がちょっと違う。あ、スカルプチャーが掘って刻む、まあ、でスタチューが立てるとか、うん、そういう意味で、うん、まあ、掘って刻むのとそのメンヒル、ヨーロッパにある石立てただけの、石立てて並べる、石だけを立てて、うん、あれが果たして彫刻と言えるのだろうか違うのだろうかみたいな、なんか建築っぽくもあり、まあ、彫刻っつってもいいんじゃないかなみたいな、うん、なんか微妙な、いろいろ揺らぎがあるんですよね、なんか、うんうんうん、画像もあるそうです、はい、あ、これが2個目、2個目連作の、遊戯王カードの、はい、確かに強さが違いそう、うん、属性とスケールがでかいですね、大きいですね、うん、
これやっぱあの強さゲージはやっぱ必ずこの角に来るんですね。そうですね、なんか同じフォーマットで、あ、なるほど、やってみよう。あ、なんか今ようやく分かってきたかもしれないこれが地面の属性で、はい、じゃああのもう一個のやつはあれ何属性なんですか。水ですか。水です。水属性、うん、なるほど。コスモフィッシュっていう、なるほど、名前でございます。これがね、ブランクーシの魚っていう作品があって、うんうん、同じような形の、それにね、二次元怪獣ガバドンっていうウルトラマンの怪獣がいて、うん、それの目をつけたという、うん、すごい。二次元怪獣ガバドン、はい、なんかこの物質の組み合わせ、掛け合わせみたいなのってどういうふうに決めるというか。大学1年の頃になんか友達に変なクラブに連れてってもらって、うん、ピッチカート5の小西康晴がやってるイベントみたいなので、はい、僕なんか歌謡曲とか好きだったんですけど、はいはい、なんか言ったら郷ひろみの次にハウスがつながれて踊るみたいな、はいはい、池の上とかでやってそうな。あ、そうっす、そうっすありますね。それでなんかこういうつなぎ方すげえなみたいな、うん、なんかそっからって感じですかね。こう組み合わせみたいな一種格闘技みたいな一種格闘技、なるほど。こう、ね、ヒロミからのテクノかのような、インスピレーションがそこだ。なるほどね。ちょっと別の写真もちょっと見させていただいて、あら、なんか踏み潰されてますね。顔が潰れてマイケル出るんだ。あ、マイケル、マイケルのコブマスクなんですけど、なるほど、うんうん、あ、でもこれすごい重力感が分かんなくなって面白いですね、うん、はい、うん、これちなみにタイトルは何て言うんですか。カロリータキオンっていう。タキオン、アグネスタキオンとか。アグネスタキオンって超高速粒子みたいな。あー、そうなんだ。はいなんかこれと同じ感じで、ついていけなくなっちゃった。同じ感じのやつが3つあって、それはシルエット全部違うんですけど、うん、ゴムマスクと木彫とこのトゲトゲが高圧エネルギー体みたいな。なるほど、シリーズ化されてるんですね。小西康晴って言われたらもう何も言えないとも言えますね手も、この手が4つ並んでるのもこれも木彫なんですか。これ木彫です、ね、やっぱりこうマテリアルの重さが分かんなくなるのが面白いですね。なんかね、ラブソング彫刻っていうのがあるらしくて、はい、気になってるんですけど。ラブソング彫刻ラブソングなんですよ。愛のさざ波というタイトルで、愛のさざ波、島倉千代子の歌で、はい、まあ、ラブソングなんですけど。なるほど、結構昭和歌謡にバッチリやられてますね。めっちゃ、どうですかね。いやいや、まあ、いや、いいなと思いましたけどそれって前に来てるのは、粘土っぽいやつは、これ粘土なんですけど、はい、上から一人に見える角度と、なんか2人で愛し合ってるような見える角度みたいなの作ってあって、あ、なるほど。まあでもアートにラブソングあんまないなみたいな感じで、うーん、愛のさざ波、単純に曲聴いて、ね、あ、これをラブソングを彫刻にしたいなみたいな、セラミックがここに今、はい、でもこれ何個も作ってらっしゃるんですか。これはね、いっぱい作ってる。いっぱい作ってる、はい、本当にこっちは落書き的な。落書き、はい、メモみたいな感じ。こっちからこういう作品のアイデアが来たりとか来なかったりとかするんですけど、まあ、こっち大きいのだと普通に重力とかの関係でできないこととかも結構あるので、うん、そういうことがこっちではできたりとか。あ、なるほど、はい。このモチーフってどう選んでるのかとか、ご自身のなんかお気に入りがあったりとかするんですか。一応、まあ、植物なんですけど、豆苗、かいわれ大根。あ、なんかめっちゃ四角いじゃないですか、うんうん、パックから四角い状態しか見たことないので、まあ、そんな感じでそのたまに使ってます。なるほど。これからの予定としては、これからの予定はアートフェア東京に出します。あ、そうなんですね、アートフェア東京に。じゃあそれに向けてまた新作もいろいろ作られて。そうですね、
動画見てほしいな、ね、ぜひ見てもらって、作品だけじゃなくて、うん、今日の動画、この動画をね、本当、うんうん、見てほしい、うん、でもまあ本当スケール感もすごく圧倒される作品たちなのでね、うん、ぜひぜひ、アトフィア東京で見ていただきたいな、すごい大好きです、作品、はい、何か、はい、あの最後に言っておきたいこととかないですか。言っておきたいことですか、はい、はい、今後ともよろしくお願いします、ね、はい、丸山さん、丸山さんの作品はミートアートのウェブサイトで購入可能なのでぜひチェックしてみてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。丸山太郎さんでした。